知らせいたします。本日副審を務めます山倉正司副審は今シーズンをもちまして入隊されます。山倉副審は長野県出身、今まで山倉の多くの試合で審判をしていただき、2019ここから少し喋ります。松本山が、一時は同点にされるも、ルカオ選手のゴールで、見事に2対1と勝利しました。今年ですね、私が見に行った試合、まあ1試合しかないんですけど、見に行ったら勝ってるんでね、また今度も見に行って、ぜひ勝っていただいて J3 から J2 へと昇格して、J1 まで来てもらって鹿島との試合を見させてください。見に行きやすいで。ということで、はい、ちょっとまた動画に戻ります。大変面白い動画を、面白い試合を見せていただきましたんで、またまた動画を見せますよ。
最後に少しだけ喋ります。ここピッチサイドシートっていうんですかね、で今回見させていただいたんですけども、すごいですね。まあ選手は近いし、選手が何喋ってるかっていうのはね、すぐ聞こえて、芝生の匂いもして、でね、迫力あるプレーが見れてっていう場所で見させていただいたんですけど、こういった見方も楽しいですね。普段私は上の方でこうピッチ全体を見渡しながらサッカー見るのが好きなんですけど、まあこういった、まあ引きチームじゃないからこそこういったところで見るのがいいのかなっていうふうに思いました。引きチームで見てるとどうしても戦術が気になったりとかそういうのがあるので、まあ、上の方で見たいかなっていうふうには思うんですけど、こういったサッカーの楽しみもあるんだなっていうのを改めて分からせていただいたので、松本山雅のこういったピッチシートはとてもいいなって、いい試みだなっていうふうに思いました。それでは最後、勝利のダンスをどうぞ。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。